い、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。もう年末になりましたが、2020年もあと少しというところですか。今日はね、店内にあるもので、2020年で自分がちょっとね、印象に残ったなって思った商品を紹介していきたいとかと思います。では、行きます。早速。これですね。ランタボ。はい。まさかこのね、2020年になって、ランタボが新金型で登場するとは思わなかった。ちょっと衝撃でしたね。はい。しかもね、このランタボなんでそんなに記憶に残ってるかっていうと、別メーカーからもランタボが新金型で出るっていうね、被るっていう、ランタボだぞっていう、そういうことですごい記憶に残ったものが、カーモデル。他にもいっぱいあるんですけれども、その辺がすごい記憶に残ってますね。で、キャラクターもの。キャラクターものだと、やっぱりこれかな。僕も作らせてもらったけど、オリジン版のガンダム。はい。これがね、なんていうのかな。このね、40周年、今回、ガンプラ40周年だったら他にも色々とね、こう、リデザインしたガンダム、色々出たんですけれども、このオリジン版ガンダム、すごいなんかやっぱり、ノーマルのガンダム雰囲気を残していて、最新金型で、ガリガリ動いてっていうことで、やっぱりちょっとこれは、グッときましたね。これはすごい記憶に残った。守備範囲がものすごく広いキティちゃん。何でもコラボする。すげえなぁ。ディスってるわけじゃないですよ。はい。このエントリーグレードっていうね、すごい対象年齢がね、3つからとか3歳とかね、そういうところのすごい下の方から作れるような、プラモデル。この辺とかも、こういうプラモデルって嬉しいよねって思いますね。ちっちゃい子が来た時に、どれだったら作れそうですかって言われると、この辺とか紹介しやすいし。ですね。はい。AFV 系のプラモデル。ここはね、これかな。これやっぱり結構ね、自分で作っちゃってるね。もう印象残ってるね。タミヤさんの完全新金型の 38T の35分の1。まあね、48分の1が先行して出てはいたんですけれども、35分の1でもね、出てくれたっていうのはすごい嬉しいところですね。はい。それからね、この辺、今年の発売というかね、長谷川さんが、最近展開してるこの重機だったりね、コンバインだったりとか、この辺の模型、これも定着してきましたね。2020年はこの辺結構好きな方が買っていただいたんじゃないかなっていうふうに思っております。飛行機、そうだな、タミヤさんの48のね、このライトニングかな、これは話題になりましたね。これは良かった。で、このクリアプロップの模型、ここのとこモールドすごいですね。結構話題になったと思います。はい。お客さんの中でも結構ね。キネティックの丸4。これもいいね。やっぱり最近ね、もう本当にこのウェザリングカラーっていう、この辺の。これがね、色の数も増えて、すごい充実してきたので、ここら辺は結構使う人が増えてきたかな。あとね、墨入れ用のタミヤさんの塗料とか、この辺も、昔よりもね、本当にパチで組むよりも、ちょっとなんかやってみようっていう人たちがね、今回コロナで皆さん家の中にいるのもあったのか、ちょっとうちの店としては多くなってきたなっていうふうには感じてますね。で、細かいパーツとか、この辺ではやっぱりね、今年は、ガンダムのデカールは結構ね、枯渇しててなかなか入ってこないんですけれども、ベルテックスさんのはね、こんなコロナ禍の中でもがっちり生産してくれてるので、うちもがっつり持ってますが、この辺がね、やっぱりこう、キャラクターもの作る人たちには結構人気で売れてますね。あとね、カーボンデカールとかはカーモデルの人たちとかにも売れてますし、このガンダムデカールがなかなか入ってこなかったから本当にベルテックスさんに助けられた感じ。結構これでいい模型が皆さん作れたんじゃないかなと思ってます。はい、年末ギリギリね、ちょっと前の入荷にはなるんですけれども、これ !24 分の1の東京都電。はい。これね、俺が、去年の、東京ホビーショーが、今年は中止になっちゃったので、去年の東京ホビーショー行った時に原型見てきて、はい。で、それでもうすぐ発注して、やっと今発売。これはついに来たなっていうところですね。話題になってほしい。あともうちょっとだけど。あとね、新製品っていうところでいくとね、今年は結構ね、紙作りっていうのもいろいろ、紙で作る模型もうちは結構、皆さんに楽しんでもらったんですけど、ドラえもんのジオラマ。これはすごいよ。360度どっから見ても形になるっていうね。
うん、これはいい。これ作りてえな、俺もな。悩んでるところです。はい。まあね、あとね、ラジコンではね、コミカルアバンテ。うん。ちょっとオプション入れてありますけどね。これは結構良かったかな。うん。やっぱり話題になったかな。うん。うちの店でも何人か買ってもらって一緒に走ったりもしましたんで。うん、楽しかったです。はい。工具。工具はやっぱりグラン使った。これが圧倒的だったね。うんうん。これはもう使ってくれた、使って、買ってくれたお客さん、本当にみんな、いや、カッターがすげえ、今まで触ったことがない進化だっていうような形ですね。これはすごく、うん、良かったな。うん。あとね、まあ、三条つばめで作ってるね、この、モケプロニッパー。うん、この辺もすごく、はい、お客様に好評いただいてるな。はい、あとね、今年はね、結構本当に、ちょっとガンプラ始めてみようみたいな人も多かったので、結構ガンダムのね、マーカー系とかこういう、簡単に色が付けられるものっていうのは、そこそこ売れたんですけど、その中でもね、この、まあ、ガヤノキさんで扱ってる、フォーアーティストマーカー。うん。これ結構本当にメッキ調になったりとかしてくれるので、結構好評いただいて、うん、手は結構回ってますね。うん。これが、おお、こんなに売れるんだっていうふうに思った。あとね、僕の YouTube で定規とかを話させてもらったんだけど、まあそれから結構、まあ使い方、使いどことかね、いろいろあるんですけど、まあノギスだったり定規だったりっていうのも、まあうちの方でね、僕も説明しながら。うん。ここは前よりは問い合わせ、YouTube さんのおかげでね、ほんと問い合わせも増えたかなっていう感じです。はい。あとね、木製模型。まあ、今回ね、コロナ禍の中で時間ができたっていう方もいらっしゃって、腰を据えてね、木製模型を作ってみたいっていうお問い合わせとか何件かいただきました。はい。はい、こんな感じで、ざっと店内のね、今年印象に残ったものを、お話しさせていただきました。一番売れたものとしては、やっぱりね、塗料の白とか、その辺は一番売れましたね。まあ、接着剤よりも下手したら白い塗料の方が売れてるかな。あと次にはね、うん、やっぱり塗料系になるんだけど、今年はメタリックの塗料がよく売れましたね。うん。なんでだろう。まあそんな感じで、2020年、これで最後となります。はい、皆さん、良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願いします。